私も頑張れば。マイカさん？できるはずです。お客様。あ？口にケチャップ。ついてますよ。ふきふきしましょうね。あの。それ、大ふき。いただき、教育至極に存じます。我は、まあ、しっかり挨拶ができる良い子ですね。ご褒美に飴をあげましょう。はい、わかる。ありがたき幸せ。申し訳ありません。まさか先生様だったとは。いいんじゃ、もう慣れとるしの。すみません、私ばっかり話して。ツッツン、お待たせ。帰ろ。なんという完璧な三次元女子。こんにちは。誰？ああ、落とした雑誌届けてくれて。すいませんでした。え、先輩は野獣だったんですね。私、勝手に仲間だなんて勘違いして。どうしたのかな。さあ。ごめんなさい。嘘？はい、本当は運動も苦手だし、モデルなんてやったことないし、むしろ人見知りで友達なんてほとんどいないし、それなのになんか知らないうちに私がすごい人ってことになってるし、みんなのイメージ壊しちゃいけないと思って。もう、キジマのバカ。キジマのせいで勉強できない。せっかく振ったのにキジマがあんな態度だから思い出すし、気になるし困るし。私、勉強しないといけないのに。ごめん。ごめんね、堀江。な、で、木島くんが。少し痩せられたのでは？いや、別に。そうですか。それでどうですか、修行は。まあ、ぼちぼち。ぼちぼち？ぼちぼちってどんな感じです？ぼちぼちはぼちぼちだ。いや、なんていうか、もうちょっと詳しく教えてくれませんか。私、聖夜の担当女神なんで。やめてくれ、今は昼休憩だろう。すいません。心あれば水心みたいなものかしら。ごきげんよう。プライドが高いと大変そうだな。そうですか、魚心あれば水心ですか。蹴るのはやめて。面白くてついからかいすぎました。すみません。彼女とは本当にお付き合いされていないのですね。もちろん。逆らったら大変なんだな。詳しいの来た。ここだとみんなに見られて恥ずかしいので、あっちでいいですか。ちょっと聞きたいことがあるんですけど、いいですか。おとなしく答えてくれれば半殺しで許してあげるわ。もう半殺しになってます。サプライズパーティーするって言ってたんだけど。そんなサプライズいらないし。家政婦さん、学校に無断で侵入して捕まったって。最悪。何やってんだよ俺。母さんごめん、今のはつい言っちゃっただけで、全然本当にそんなつもりはないから。だから、その、お母さんね、お母さんのことを気遣ってくれる優しいマー君が大好きよ。忙しい中わざわざ来てるんだから、ぼーっとして適当な仕事されたら困るのよ。OK です。ですよね。そうなんですよ、だからお役所仕事って言われるんです。ちゃんと書類確認もしないで流れで仕事された方はたまったもんじゃないですよ。これだから公務員は。山上さんが同類になってどうするんですか。すみません、すみません。
き逃げちゃって、いきなりで驚いて、先輩がせっかく、好きって言ってくれたのに。ああ、俺まだ答えもらってなかったんだ。てっきりあそこで振られたんだと思ってたんだけど。すみません、そういうわけじゃ。あの、確か、こんな感じで、違う。こらー！全部曲げちゃって。すみません。もう少し可愛さアピールなどをした方がいいのだろうか。早乙女夏樹さん、違うからな。これはその効率よくレベルアップを図るために。山田君、ごめんなさい。今のはその大丈夫だよ夏樹ちゃん。本当にごめんね。そういうあんたはあるの、未練？いえ、でもお客様は幽霊なんだから前向きに生きないと成仏しちゃうからダメですよ。今さらそんなこと言われても手遅れだもん。泣かせた。お客様申し訳ございません。私はカズさん、全国では絶対一緒に弾きましょうね。ねえカズ、ごめんなさい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 。何謝ってるの。謝ることなんて一つもないでしょ。あんな素晴らしい演奏を聴かせてくれたのに。